ダビド・フステル・トリホスは、スペイン・バレンシア州、オリバ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。弟のラウール・フステルもプロサッカー選手。2004年に故郷近くのクラブビジャレアル CF と契約し、2008年までの4年間は、リザーブチームのビジャレアル CFB でプレーした。2008年夏、セグンダ・ディビシオンのエルチェ CF に完全移籍したが、 ビジャレアルが買い戻しの権利を保有していた。11月23日の UD、サラマンカ戦で初得点を挙げると、その後は1試合に得点を、コルドバ CF 戦や SD ウエスカ戦、ラーヨバジェカーの戦で記録し、シーズン終盤までに得点を2桁に乗せた。2008年11月から12月にかけて4試合連続得点を記録した。 2008から09シーズンの13得点の活躍により、エルネスト・バルベルデ新監督が就任したビジャレアル c f に40万ユーロで買い戻された。再び他クラブにレンタル移籍する可能性もあったが、7月30日にフステルに背番号が与えられ、ジムナスティック・タラゴナ戦などカブリーグのチームとの練習試合で計4得点し、好調をアピールした。 9月13日、RCD マヨルカ戦で、アリエル岩傘に代わって、途中出場して、トップチームデビューした。11月8日、セビージャ FC 戦で、相手 GK、アンドレス・パロップが弾いたボールに詰め、プリメーラ初得点を決めた。2010年1月2日のカンプノーでの FC、バルセロナ戦では、ホーム7戦全勝中の相手から勝ち点1をもぎ取る、同点弾を決めた。 ふくらはぎを痛めて欠場した時期もあったが、右サイドハーフやトップ下などで22試合に出場し、3得点にアシストを決めた。2010年夏、オリンピアコス FC に移籍した。2016年7月4日、ヘタフェ CF に移籍。リーグ戦22試合出場1得点を記録し、クラブの1シーズンでのプリメーラ復帰に貢献。シーズン終了をもって、 現役を引退することを表明した。ありがとうございます。